新生高層綱は、高層の中で最大の綱であり、およそ6,800種が知られる。配偶体上で発生する、下方死体と呼ばれる、得意な副層世代を持ち、配偶体、四分放死体と合わせて三世代交代を行う。すべて、多細胞性であり、多くは、沿岸岩小域に生育しているが、一部は、淡水性。天草類や、オゴノ類、キリンサイ類、 フノリ類、とサカノリなど、食材や粘質多糖の原料として身近な海藻を含む。新生構想砂なに属する種は、すべて多細胞性である。モカラダの外形は、糸状、紐状、膜状、樹状など多様であり、一部の滑走ほど複雑、大型ではないが、悲壮と髄のような単純な組織文化を示すものは、少なくない。モカラダは、 分子史状体を基本とし、しばしばそれがまとまって、二わら組織を形成する。三次元的な細胞分裂による柔組織を持つ、ものはいない。基本的に、先端成長をするが、石管成長をすることもある。史状体を形成している中間の細胞が、障害などによって消失すると、ロドモルフィンと呼ばれる、糖タンパク質が分泌され、これが修復ホルモンとなって、 上下の細胞の分裂を誘導し、生じた細胞が中間部で融合して死状態が修復される例が知られている。このような糖タンパク質とその受容体は、有性生殖や二次、ピットプラグ形成、寄生者と宿主の融合のような新生構想でよく見られる細胞融合現象にも関与していると考えられている。新生構想において、細胞間にはピットプラグが存在する。 ピットプラグにおけるキャップ膜やキャップ層の有無や形式は多様であり、新生構想内の重要な分類形質となっている。古くは、ピットプラグは新生構想綱に特有の構造だと考えられていたが、現在では、大石層綱の一部や牛毛のり砂の方主体でも見つかっている。新生構想の体の作りローダサンニエラ、長がらがらおごのり属イソノハナ属マルバグサ属の 体の切片。偽柔ら組織を示す。無虫産後も有節産後もおそらく干渉による構造色を示すまだらサ俗新性構造の細胞は粘質多糖であるガラクタンに富む細胞壁で囲まれている。細胞壁の繊維多糖はセルロースであることが多いが、種によっては β-1、4万やンや β-1、3シランのこともある。また、 新生構想の中には細胞壁に炭酸カルシウムを沈着させるものがいる。炭酸カルシウムの結晶様式には複数が知られているが新生構想の中には崩解石を主とするものと荒れ石を主とするものがいる。産後も類の中には体全体が石灰化する無節性の種と石灰化した石灰分が石灰化していない膝節で連結している。 優接性の種がいる。一部の新生構造では、細胞壁災外層に、タンパク質層が存在し、クチクラと呼ばれる。多層のクチクラを介した光の干渉によって、水中で虹色に光る種もいる。日本では、薄葉はつなぎ層、平らはつなぎ層などのわつなぎ層属が知られる。葉緑体は、細胞膜に沿った側膜性でピレノイドをかき、一細胞に、多数のことが多い。 しかし、中央にピレノイドを持つ、正常中軸性の葉緑体が一細胞に一個存在するものもいる。カロテノイドとして、ゼアキサンチンとベータカロテンを持ち、それに加えて、アンテラキサンチンを持つものと、ルテインとアルファカロテンを持つものがいる。ゴルジ体質面は、小胞体、ミトコンドリア複合体に面している。貯蔵多糖は、基本的にアミロペクチンであり、 細胞質基質に貯蔵される。アミロースを各点で、緑色植物などが持つデンプンとは異なるため、特に高想デンプンと呼ばれる。低分子炭水化物として、フロリドシド、ジゲネアシド、ズルシトール、マンニトール、ソルビトール、トレハロースなどが報告されている。新生酵素の細胞は、しばしば多角性や多倍性を示す。やはずつの股の生活感。新生構想類は、 基本的に単層の配偶体、配偶体上にできる服装の下方子体、及び独立した服装の四分方子体からなる三、世代交代を行う。糸草族の農家。下方子体が下避に包まれている。糸草族の四分方子脳。配偶体は私有同種の場合と私有一種の場合がある。生子脳は不等分裂によって斜めに切り出され、それぞれ不動生子を一、 形成する増加器は一約二十細胞からなる特殊な細胞列の先端に形成される。増加枝の中で作りかきの下に続く細胞を器下細胞と呼び、また増加枝が生じる細胞を支持細胞と呼ぶ。増生器や作りかきは体を構成する細胞糸に側製または頂きなし、産後も目では生殖器層と呼ばれるも体の特殊な くぼみの中に形成される。接合子は直接、または別の細胞を介して、造法糸と呼ばれる複層の細胞糸を形成し、造法糸全体、またはその先端が下方子脳となる。それぞれの下方子脳では、複層の下方子が一個ずつ形成される。造法糸の集まりは、配偶体上に形成されるが、各層が異なるため、配偶体とは異なる世代とみなされ。 過方死体と呼ばれる。過方死体の発生においては母体である配偶体からの栄養供給が重要な役割を果たしている。発達した過方死体はしばしば母体となった配偶体由来の保護組織に囲まれる。この保護組織は過費、過費とそれに包まれた過方死体は合わせて農家と呼ばれる。農家の一端には普通校があり、 下胞子はここから放出される。下費の内側にはしばしば無色の細胞糸層が発達しており、下胞子体への栄養補給に働いていることが示唆されている。下胞子体の形成様式には以下のような多様性があり、重要な分類形質となっている。新生構想はこのような過程を経て、1個の接合子から多数の下胞子を形成することができる。 例えば趣味なクタイクルーシスでは1個の接合子から4500個もの過法子が形成される。このような特徴は分散において不利と思われる弁網を書くという構想の性質を補う意味があると考えられている。過法子は発芽して4分方子体となる。4分方子体は4分方子脳を形成し、そこで普通原数分裂を行って4個の4分方子を形成する。 ただし、四分方子形成時ではなく、発芽時に、減数分裂が起こるとの報告もある。四分方子脳中での方子の配置様式には、十字状、感状、四面体状などの多様性があり、重要な分類形質とされる。四分方子の代わりに、方子脳中に二個形成される二分方子や、多数形成される多分方子を形成する例も知られている。上記のように、 新生構想の生活感は、基本的に、配偶体、下方死体、四分方死体からなる三世代交代からなる。配偶体と四分方死体の代償、各世代の移行過程などに基づいて、新生構想の生活感は、以下のように、タイプ分けされる。また一部の種では、下方死から四分方死体にかけての時期を省略して、造法糸が直接四分方死能を形成する。 長肝帯の海藻。新生構想が多いサンゴも、玉の化石新生構想の多くは、沿岸岩礁域に生育しており、海藻として最も種数が多い。岩などの器物に付着しているが、最終的に器物から切り離されて浮遊性になる種も、報告されている。他の海藻や動物に特異的に付着している種もいる。新生構想の多様性は、熱帯域で最も高いが、 北極や南極など極地で年間10ヶ月間氷で覆われる場所に生育する種もいる。新生構想の中には細胞壁に炭酸カルシウムが沈着して石灰化する種が比較的多く知られている。石灰化する構想は沿岸域で量的に多く、その石灰化は生態系にも大きな影響を与えることがある。また石などに無武 産後も類が着生し、それが長い年月をかけて早上に成長して、天石状になることがあり、産後も玉と呼ばれる。日本、オーストラリア、地中海、北大西洋、カリフォルニア湾、カリブ海東部、ブラジルなどでは産後も玉は海底に一面に密集していることがあり、ローダリスベッドと呼ばれる。産後も玉は深い水深にも見られ。 バハマ沖の水深268メートルからの報告もある。新生構想は生産者として沿岸生態系において重要な構成要素であり、様々な動物の食料となり、また住みかを提供している。少なくとも一部の構想は、テルペノイドやアルカロイド、ハロゲン化合物などの物質を産生し、非食防御や抗微生物物質としていることが知られる。 新生構想の一部は淡水性であり、特に流水域に生育する。このような種の中には絶滅危惧種となっているものも多い。新生構想オーツナの中には、寄生性の種が100種ほど知られている。寄生性構想の多くは、ごく禁煙な構想を宿主とする。その寄生様式は極めて得意であり、寄生者の細胞が宿主細胞に融合することによって寄生者の核が、 宿主細胞内に送り込まれ、この宿主細胞から寄生者のも体が形成される。新生構想の細胞兵器を構成する、年室多頭であるガラクタンは、増年剤やゲル化剤として様々な用途に広く利用されている。また食用とされる新生構想も多い。一方で、神経毒を含むものや食中毒を起こすものも知られている。 ところてん微生物培養のための寒天培地寒天は、アガロースとアガロペクチンからなる。アガロースは、1、3βD ガラクトピラノースマイナス1、4から3、6アンヒドロ L ガラクトピラノースの繰り返しからなる直鎖状の中性多糖であり、ゲル化力に富む。アガロペクチンは、アガロースが硫酸元、ピルビン酸元、メトキシル元などの肝能元で就職された酸性多糖である。 アガロペクチンは水溶性の性質を示し、粘性に富むが、ゲル化力は弱い。寒天は天草類やオゴノリ類を原料とする。これらの構想は寒天元素とも呼ばれる。日本では採取された天然の天草類が主であるが、チリ、インドネシア、ベトナムなどでは原料としてオゴ。寒天は熱水で抽出してろ過生成、冷却凝固し、 圧力をかけて脱水、または冷凍して、水と分離する。寒天は、他のゲル化剤に比べて、有点と凝固点の差が大きく、変形性に乏しく、含水量が大きい。寒天は、食用、飼料、化粧品、医用品、日用雑貨、研究試薬など様々な用途に用いられている。キリンサ菜類の養殖アイリッシュモスを用いた、飲料カラギーナンは、カラギナン。 カラゲナン、カラジーナン、カラゲーナン、カラゲニンとも呼ばれる直左眼竜器ガラクタンである。カラギーナンは、1、3βD ガラクトピラノースと、β 1、4結合する αD ガラクトピラノース、または3,6アンヒドロ αD ガラクトピラノースの繰り返し及び硫酸エステール元からなる。ユニットの違いや、硫酸元の数によって様々なタイプに類別される。 主な原料は、キリンサイ類であり、特に、キャブファイカスアルバディジーが総生産の80%ほど、ユークマデンティキアレイトムが10%ほどを占めている。フィリピンでは、キリンサイ類が大量に養殖されており、世界中の総生産の約80%を担う。他に、イバラのり、ギンナンソウ、スギのり、ツノマタなどが利用され、特に、ヤハズツノマタがよく知られている。 これらの構想は、カラギーナン元素とも呼ばれる。カラギーナンは、熱水で抽出して、ろ過生成、塩化カリウムを加えて、ゲル化し圧力をかけて脱水、またはアルコールを加えて積出させ生成する。生成度が低い低コスト抽出法として、水酸化カリウム溶液で煮沸して、ゲル化した後に洗浄、天日乾燥する方法が用いられる。カラギーナンは、 硫酸元を多く持つため負に帯電しており、カリウムなどの影イオンや、タンパク質と反応して、ゲル化する。カラギーナンは、食用、飼料、化粧品、日用雑貨など様々な用途に用いられている。負の利類の細胞壁多藤は、古くは織物用古料や、漆喰の材料として用いられていた。細胞壁が落胆である負の乱は、 葉の再石灰化を促進するとされることからガムに用いられ、また、薬理効果が出唆されていることから、健康食品として市販されている。時に、これら製品の原料として、さらに文献においても、袋のりと記されていることがあるが、これは、袋布のりの誤りである。下表に示したように、様々な新生構想が食用として利用されている。ほとんどは、 天然も体を収穫しているが、養殖が試みられている例もある。メイル新生構想を含む海藻はミネラルに富むことから、世界各地で古くから肥料に使用されてきた。江戸時代、伊豆において天草類の肥料使用が禁止されたことから、これを利用した寒天製造が始まったとの記録もある。ヨーロッパでは酸性土壌の土地改良に、 ムブシサンゴモのファモットオリサンカルカームやラターサムニエン、コリリーズなどが大規模に用いられている。1994年にはフランス、イギリス、アイスランドの3国で約8万トンが採取されたという。マクリは神経毒であるカイニン酸を多く含み、日本では苦中薬として用いられていた。カイニン酸は神経科学における重要な試薬として用いられている。 花やなも同じく神経毒であるドウモイ酸を持つことが報告されており、苦中薬として用いられていた。ドウモイ酸は、系層からも報告されている。オボノリ類のいくつかの種は日本を含む、世界各地で食用とされているが、食中毒の例がいくつか報告されている。原因物質として、ポリカバノシド類、アプリシアトキシン類、プロスタグランシン類が報告されているが、 一部は、不着卵巣由来である可能性も示唆されている。新生構想は、構想の中で最大のグループであり、2019年現在、およそ6800種が知られている。花放死体の存在を特徴とする、公色植,植物の一群として、古くから認識され、新生構想図名、または、構想図名新生構想あずなに分類されていた。また、新生構想あずなと同じ範囲で、 海造面アコウの名が使われることもあった。新生構想以外の構想類は原始構想類としてまとめられていたが、現在では複数の綱に分割されている。紅植植物門の中では、新生構想綱は、牛毛のリズナの姉妹群であり、両者を合わせて新生構想アモンに分類することが提唱されている。伝統的には、新生構想は、 下方死体の発達様式をもとに4目、あとに6目に分類されることが多かった。その後、ピットプラグの形式や生殖様式、生活感などに基づいていくつかの目が提唱された。さらに2000年代以降は、分子系統学的研究などに基づいて新たな目が次々と提唱されている。2019年現在では、新生構想内に約30目が認識されており、 これらは5つのアコウにまとめられている。これら5アコウの系統関係、および目までの分類体系を一家に示す。ありがとうございます。